感情とか。でもな、それはね、ちょっとしてみたい。どんな感じなんだろうって。<laughs> JK がする話題じゃねえ。JK 割とね、しとるよ。あの、みんなが知らないだけでさ、ね、JK にどんな夢を見てるかわかんないけど、私学校で、あの <laughs>、あの、女子、 女子同士は結構いろいろ話しとるよ。うん。夢を壊さないで <laughs>。あのね、女の子の方がどぎついこって言ってんだよ。そうそう。わかる男の子はおっぱいええはははって感じやん。 じゃ女同士はもっともう、すごい。すごいもん。そう。<laughs> 男の子の方が純粋なのよ。例えば、いや、家んくらい。<laughs> あの、祭りが家んくらい。最近、友達に聞いたのは、なんか、 なんかあれいやダメだ言えないごめん言えなかったうん言えなかったやめましょうそこまで優しいやつ優しいやつは <laughs> 優しいやつおもちゃの話とか聞いた これおすすめみたいなダメ <laughs> だめだよダメダメえこれが一番優しいこれが一番優しいですうんはい女の子ってそんな感じだよ。 一番優しいのがこれうん最上級まで来ると一周回って平気節うん多分ね平気じゃないと思うからやめましょう <laughs> 情報共有するもんなのえでもねみんなすごいみんなシェアハピーしとる祭りの周りはね祭りの周りのクラスのみんな は、なんか、彼氏持ちとかいるやん。<laughs> 彼氏持ちとかおるやん。なんか、レビューをしてくる。あい、あいつのレビューを。彼氏のレビューをしてくるよ。あーって、<laughs> なるでしょ。<laughs> うん、それを聞いて、え、そうなんだーって <laughs>。 聞いとるうんまあそんなもんってことようんキッズまあまあそんなもんみんなが聞きたいって言うから。 みんなが聞きたいって言うからねもう彼女作れないわ話されてるかもしれないですね男の方は黙ってるのにえ、そうそうでしょそうでしょって言うよねなんか男の方のはなんかファンタジーが多いみたいなそう現実が辛い <laughs> 頑張れ。頑張れ。女子はすぐ情報共有する。情報共有してくれ移りは、あの、女子高生、女のリアルをお届けする系だから。ね。